皆さんこんにちは。今日はメンテナンス1日目で夜の7時半から9時ぐらいまでメンテナンスをさせていただきます。スニップスライフデザインの現場さんから今回もお声をかけてもらって とても今回も楽しみです。前より髪の毛が結構伸びていて、もうパーマも1回かけたんですけど落ちて、前髪もめっちゃ長くなった前髪もめっちゃ長くなったので、今回この襟足とかもね、すごいショートは整えることが結構大事で、だけど全然私はいけてないので、今回どんな風に整えてくれるか楽しみです。バイバイ。メンテナンス2日目、パーマをかけました。ブリーチではなくパーマになって、染めるのは前日とかになるそうです。パーマでめっちゃかわいい。もう髪の毛の量も多かったので、もう結構もさ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 。前日の準備が終了しました。帰宅して撮ってるんですが、すごいね、こことか明るくしてもらって、明日はどんなカラーになってるかが楽しみです。ではこれからお風呂入って明日に備えて寝たいと思います。バイバイ。おはようございます。いよいよ当日を迎えました。これからね、何の色になるのか楽しみです。行ってきます。来ました。朝は寒いですね。サロンにはノーメイクで、髪の毛も何もオイルも何もつけてない状態で、ワックスもつけてない状態で向かいます。オイルも何もつけてないからすごいピヨピヨしちゃって、顔も何もしてない、保湿だけしてきただけな感じです。サロンに着きました。朝の9時集合なのでお店はまだ開いてないんですけど、裏から入らせてもらいます。おはようございます。やば、おはようございますすごい YouTuber だYouTuber、 おはよう、おはようございますすごいね、やば。
お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございますイエーイ、かわいい、すごい。お疲れ様です。ありがとうございました。あ、足元がいかがだったでしょうか。惜しくも本戦には進めませんでしたが、私にとって楽しくとてもいい思い出になりました。いつも髪の毛と一生懸命向き合っている美容師さんの姿はとてもかっこいいなと私は思っています。私は昔ずっとロングだったんですけど、思い切ってボブにしようと思い、ボブにした時新しい自分を発見することができてワクワクが止まりませんでした。コンテストでも毎回新しい自分を発見することができるので、そこが魅力だなと私は思っています。現場さんのヘアアレンジはどれも可愛いものばかりなので、ぜひインスタグラムもチェックしてみてください。この今回のコンテストで染めた髪色をお直しさせてもらうまで楽しみたいと思います。今回も動画を見てくださってありがとうございます。バイバイ。もしこんなことをしてほしい、こんな質問をしてみたいという方がいたら、ぜひコメント欄にコメントをしてください。待ってます。